皆さんこんにちは。早稲田大学韓国学研究所のキム・ギョンムクです。本日は写真家藤本匠先生の特別写真展の会場にて藤本先生との対談、特別インタビュー、そして藤本匠先生による写真の解説を映像でお届けすることにいたしました。いくつかの映像に分けてですね、シリーズ化してお届けする予定ですけれども、たっぷり藤本匠先生の50年間の写真家としての活動、そして特別対談インタビューにおいては今まで他の場所では聞くことができなかった、書物でも読むことができなかった藤本匠先生のさまざまな原点、そしてお話を伺うことができますので、お楽しみいただきます。よろしくお願いいたします。